ロスケです。今日は呉のお鍋のお店ですね、ほらふきというお店をご案内しようと思います。行きます。ここですね、ほらふき。お鍋が有名なお店です。今日は予約してあるんで行ってみようと思います。こちら、あ、大正義ビールですか。大正義ビールで動画撮ってもいいから、ビールの形でこれすげえな。うんつんでしょ、けん玉の何かの。ああ、けん玉はしてましたけど、そういうわけでもない、普通の人間です。でさっき紹介の時にけん玉、けん玉が好きなの。あ、そう、けん玉が好きです。中学生の時やってました。めっちゃ好きなんだよ。クレシケンダーも買いましたね。あ、オブジェとかしてますけど。中学校ってなかなかですね。けん玉やろうとしてなかったんですけど、はい、おはようございます。おし、お願いします。お疲れ様です。お願いします。お願いします。おしゃれしてくれ。一番無難。やっぱでも夏にね、夏に鍋はいいよ。俺も。生。ビールです、ね。生を2つ、3つください。大正義ビール。大正義ビール。さすがにスープで食うのは嫌だった。いや、肌切れ。肌着めんどくさい。たまにはスープ、まあ、ホルモンか。ホルモンと石の力になるとか火を通す。千刺しかな。いいですね。あとナムルですかね。千刺しとナムルをください。はい。ああ、千刺しがもったいないですね。本当のクズを見てないと思う。そんなもんじゃない。週間で。これはもうオッケーと言っても過言じゃないんじゃないの。もう食える気がするな。グツグツ言ってますね。もうお腹空いたしな。食える気がする。そうか。さすがの大正義ビールもちょっとビールだけで長持たない。もちろんです。ラム、何辛くないかな。何辛くないんや。食レポせるんすよね。食レポせんな。あ、でも一応してますからね。してない。そんなのはないんですか。字幕入れとく。ほとんどその手のコメントはなかったっけ。ない。俺のはない。熱そうにしておるとことかな。そう。もうビールの進む量で。あ、そう。分かってください。分かってください。でもこれがどううまく見せるかでしょ。今触れてないんだよ。全然編集できんみたいな。よし。いただきます。ジャンプしたらホラー吹きについてる。あ、います。それやってないな。いただきます。そういうやつ。あ、そうだ、そうなの。はい。小南さん、日本に戻ったの。あ、戻った。あの子早いね。小南さんがと一緒だったんですよ。去年も一緒に乗ってて。で、小南さんが班長で。だから小南ここへ来て1年ぐらいで変わって、はい、また来るかもしれない。2年、あ、でも2年乗ってました。2年乗って、で、軌道救難士の助手席を取りました。
まあ、これ辺の話はせんとほうがいいそうね。やめときましょう。ユイズなのかね。全部負け越しするよ。マジか。確かに3日で2回やられましたけど。じゃあね。やめよう。いい思いせん。鍋ですね。うまいわ。うまいし、やっぱ野菜が取れるけんね。夏バテ対夏バテにやっぱ野菜が大事。大事。そうそうそう。なるほど。はい。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。野球ですね。ホルモン。今お得な美味しいやつですね。ホルモン行こうか。いただきます。プレの人しか来んだろ。いや、そうだけど。僕は知りませんでしょ。僕5年住ん、僕5年しか住んでないんですか。初めて来て。うん。生。すいません。生をお願いします。はい、ホルモン取り直して、もう一回ビールの飲む量でうまさを。ちょっと燃料少ねえなと思って。ビール一気飲みにしてほしいな。飲み前とあれは1ホルモンでこんだけみたいな単位ホルモン、はい、1ホルモン1ホルモン1ホルモンがビールの量を示す。そうそうそう。ありがとうございます。まあでもビールの消費量イコールそのつまみのうまさですからね。まあね、スープがまあな、スープ出してるかな。そうですね。やっぱうまいわ。やっぱこれごめんね、飲みすぎたら、スープ飲みすぎたら、後が困るけど、あの今カットやなって思った。でもね、これはタレがうまいと思いがちですけど、肉自体がうまいんですこれ。ちゃんとホルモンの味、ちゃんと油甘いっすよ。いただきます。これが一文字ね。やばい。しかも餅じゃねえ。餅は難しいですね。ビールは飲めんの餅だから。え、じゃあもううどんとか、うん、いやいや、中華そばを入れてもらって、でそれ食べ終わった後に米入れるんだよ、うん、あー、なるほど。え、二段締め、食べられるんですか。いや、食えるよ、なんだかんだ。食います、僕を食います。そうだ、どっちか食える。でも、実質を、自分まで腹3分する。え、うそれは嘘だろ。お、いや、マジで今からラーメン2杯いけます。はい、あ、じゃあ麺3玉いるか。いやいや、最後の雑炊食べたいじゃないですか。まだまだまだ。僕8分ぐらい食った。あの、店の名前がもうもらって。嘘つきみたいに言わんでほしい。あの、中華そばってあります。中華そばってあります。めっちゃ好きだね。あ、そば、いや、一つです。はい。中華そば入ったね。え、その内臓とかってどこで食べるの。はい、こうか。まあまあまあ結構好きですよね。それ焼肉屋に行くぐらいですか。面接の焼肉好きですって言うぐらい。矢崎ですよ。ああ、そうか、言ってた。矢崎ってどこ。心臓です。ハツって言う。心臓なんですか。話とかだったら心臓は大きめに言いましょう。そうなんだ。やばいよ、嘘。ホルモンはホルモンって言うじゃん。
残します。そうなんですよ。2年で留年して、あら、取っちゃうんですか。タプタプなるの。ああ、うまさい。僕は、はい、来る。で、これで、ダロッとね。はい、広、広。あの、大気向こう、広。寮館で、ね、1回だけ行って、面白いなと思ったけど、広いかんけど。まあね、ルサ。はいよ。よし。もうこんなん絶対うまいよな。ヒロ、もう、なんでおしゃれだろう。いやもうすべてが出とるよね、もうね。だしね。いやもう米が吸って吸って、うまみを吸って。ほんまに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 。一蔵水どんなにレモンサワーかよ。一口でどんだけ飲めるかやってるから。でもこれぐらいだな。まあ、終盤でそれは強いですよ。うん。もう取れないからないだろ。またこのレモンサワーがちょっと強いけど割とバレるもんすねー。びっくりバレるもんだね。ごちそうさまでした。今日はホラ吹きを紹介させてもらいました。ありがとうございました。